ヨーブラザー白瀬ゴールドです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はカウの、トリプル S 火力にするみたいな動画の、最終回になります。今までおすすめの武器と、生物だったりを紹介させていただいたんですけども、その最後のおすすめのパーティーですね。これ全部揃って初めて火力がトリプル S になるんじゃないかなっていうことで、最終章という形になります。なので今日は最後の編成の話なんですが、まず前提として、火力を出すには氷の、こういう高火力の氷キャラの場合はですね、妖怪をかけていくっていうことが結構重要な話になってくるんですけども、ここで一つね、つまずくところがあって、チャージショットであって非常に隙があるっていうところと、あとはキャラをチェンジして炎をつけないと妖怪ができないっていうところでつまずかれて、基本的に別の普通の方法でチャージで当てたりマルチでやったり、あるいは氷4セットの方に行くっていう形で、火力トリプル S の方向性からはちょっとずれてしまうっていうことが起きたりします。これでこういう方法で火力出す例としては、炎キャラと絶対に合わせなきゃいけないっていうところで、高火力の、超運の元素爆発だったりはあるんですけども、そこら辺と同じような使い方になってくると思いますが、さらにカウの場合は継続してチャージショットが打てるっていうところが非常に優秀なところであると思ってて、超運とはまた別の使い方があるっていうところです。なので今回はこういう使い方がありますよ、こういうキャラの編成がありますよっていうところの、一番おすすめのキャラと、別にこういうおすすめキャラもいっぱいいますよみたいなことを紹介していきたいと思いますので、ぜひぜひ見ていただければと思います。はい、じゃあまず妖怪反応連続で起こすにはってところが今回必要になってきます。なぜならトリプル S の火力にするためには妖怪が必要ってことでなります。ただ先ほど言った通りいろいろ問題がありますんで、そこを解決していく前にこの基礎知識というところでまずは皆さんに軽く分かっていただければなと思います。でまずね、元素付着が即座にできることっていうのが大事です。でカウのチャージショットね、一発当たった後に満開ダメージがパッて出るやつ、あれはもうすぐに氷付与状態をバンバンと相手に対してつけることができます。なので今回のカウのチャージショットはそれが一つクリアされている状態で、超運の元素爆発とかでもできます。なので元素が妖怪反応が起きた後に元素が残っていれば連続で妖怪をかけることができるっていう部類のタイプになります。それがカウンと超で、次がカウンは元素付着時間が 9.5 秒ですね。相手に対してその 9.5 秒のものを、例えば炎をつけたやつ、そのベネットが12秒、その他の深淵とか他のクレイだったりが 9.5 秒なんですけども、それが秒が違うやつが与えることによってその元素 の残留消失時間というものが変わってきます。で残留消失時間は1つ目の元素を付与してから2つ目の元素を付与した時に元素が残留するかはたまた消えてしまうかの境目の時間です。なのでこの時間内1つ目の炎を当てた
後にその消失時間内、それの間に2つ目の元素を当てなければ元素が残らないと。それを過ぎてしまって、付与してしまった場合は普通に妖怪が一発起こって消失します。なのでベネットで火を12秒間でつけた後に、まあ、あの 8.4 秒過ぎた後につけてしまうと、それは妖怪が起こって元素が消えるっていう形になります。はい。なので、関羽の、まあ、9.5 秒の氷で、まあ、9.5 秒の炎、12秒の炎に対して妖怪をかけた場合の残留消失時間が異なるっていうところで、まずはベネットの12秒に対して 9.5 秒の関羽でチャージショットをする場合、元素が残るまでのボーダーラインは 8.4 秒以内。なので 8.4 秒を過ぎてしまって元素をつける。例えば 8.4 秒の間から付着時間の12秒の間に当ててしまうと、それは元素が残らないんで、チャージショットの一発目、満開ダメージの方までは妖怪がかかりませんというような感じ。なので 8.4 秒以内に打てるってことで、基本的にチャージショットと、まあ花を置いて三段妖怪とかそういうのができるような形になります。ただ9.5秒、例えば深淵であったりクレイであったりディルックであったりとか、まあベネアンバーは大丈夫なんですけども、まあ汎用性の多さでちょっと外してますね。でそれで 9.5秒で妖怪する場合は、元素は残るのが 3.6 秒から 3.8 秒以内と、かなり短い時間になります。なので火を付与してキャラチェンジをした時ね、もうすでに打ってキャラチェンでチャージショット2段で打って当てるっていう作業で 3.6 秒を超えてしまいますんで、基本的に元素が 9.5 秒付与してますけども、 3.8 秒過ぎてしまっているので、元素が残留しないので、一発目のチャージの方では妖怪が入るけど、2段目の満開のバッて広がる拡散の方では妖怪が入らないっていう形になります。一応ここら辺の全部説明した上で、次おすすめのキャラクターですね。ここの 9.5 秒だけど解決できるキャラクターがいますんで、それを紹介していきたいと思います。はい。で今回結論から言うと、深淵がおすすめです。で 9.5 秒と先ほど説明した残留消失時間が短いっていうところで、火を付与したらすぐに打たないとならない。ただキャラチェンジとかしていろいろやってる間に2段チャージまで妖怪が入りませんっていうキャラクターなんで、結構使い勝手が難しいっていうところだったんですが、それをまあ解決する方法がまあありますと。あとまあそれに関しては、今ちょっと動画の方で流させていただきますね。はい。冒頭の方で流してる動画なんですけども、これで深淵の元素爆発で、ここでレベル3の炎継続のものが出ます。これって深淵の炎継続のこの継続ダメージっていうのが、まあ、2秒ごとに出ます。おそらくだいたい2秒ごとで、継続ダメージが2秒ごとに出るっていうところで、炎の付与が2秒で、チャージショットがだいたい 2.5 秒から3秒ぐらいの間なんで、まあ、炎が付与されてその後に、まあ、どんなに遅くても3秒以内には打ち終わるっていうところで、元素の里の残留時間 3.4 秒 3.6 秒か以内に、まあ、当てることができるっていうことになります。なので継続的にさっきこう妖怪がかかってたのはそれが理由です。はい。で今みたいな使い方、まあ、連続で打つっていう使い方をすれば、普通妖怪であればほぼほぼ使えなくなってしまって死んでしまうこの固有テンプの、唯一の心、これもまあ、ずっと打ち続けて妖怪がハマるのであれば、会心率 20% を維持することができます。なのでちゃんとね、ここら辺の 20% 低い状態の妖怪の会心じゃなくて、妖怪なのになぜかこれがちゃんと乗ってるっていう不思議な現象を起こすことができました。はい。じゃあなんで、まあ、深淵がこれだけシールドが硬いのかのビルドであったりとか、ちょっと説明していきたいと思います。まずはこちらステータス見ていただくと分かるんですけども、こちらで3000ほど漏れています。で理由としては、白衛の剣を装備させております。これレベルを90まで上げるともっと上がります。なので3000オーバーが狙っていけます。でこちらの方で生物、
守護の心と、まあ、あとはあの防御力3つぶり、守護は左の2つで持って、まあ、右の3つであの防御力に振っていくっていうスタイル、まあ、残りは逆跳びでも何でもあるやつで大丈夫だと思います。威力を上げていきたいんだったらこっちの吸気族であったりとか、まあ、熟知を上げてあげたりとかっていう感じでいいと思います。で、上げた理由はまずですね、シールドの強化です。で、こちらのシールド の依存は防御力ですね。で、これがすごくて、で、防御力の 273% の割合プラスあの1600っていう数字がついていくんですけども、これって、まあ、3000に対しての 273% の吸収量に1600で、あの上げれば上げるほどなんですけど、これテンプレベルが例えば12とかにね、とつっていて12とか13とかになっていくと、こちらの吸収量は1万とかを超えてきます。なので、要するにあの防御力の低い関羽であったとしても、深淵のこちらのフル防御に振った深淵のビルドの、シールドであれば、もうフルチャージを何回でも弓で打ち続けることができるぐらい硬いシールドを、付与してあげることができます、関羽に対して。なので継続的な射撃をずっと続けることができる。さらには妖怪をかけるために必要な、火の付与を12秒間等間隔2秒間で与えれるんで、チャージショットすべてに対して妖怪ダブルがかかっていくっていう形になります。先ほどの元素残留時間ね、それが 3.6 秒だったり7秒だったりしても、3秒間でチャージショットを打ち続ける相手に付与が2秒ごとにどんどん火が付与されるんで、どこで打っても2段チャージが入りますというようなからくりになってます。で、このシールドが強いことによって、まあ、12秒間フルであのチャージを打つことも、相手の攻撃力とか攻撃頻度によってはできたりもするので、かなりあの妖怪かけてトリプル S の火力を出すためには深淵が非常に優秀っていうことがわかります。で、ただ深淵の元素爆発とこちらのそのシールド継続ダメージの威力で、正直シャンリンの方が総合的な威力上がるんじゃないかなっていうようなお話があるかもしれないんですけども、次の動画の通りになります。で、まず元素爆発の威力の違いなんですけども、まあちょっと深淵これで打ってみて、この継続ダメージまで一緒にあの全部あの食らったと仮定してやってみます。まあ、これ物理なんで、物理耐性の高い守衛だとね、深淵がちょっと不利なんですけども、まあこんな感じ、この程度のダメージ量ですね。で、シャンリンの場合、まあこちら元素攻撃になりますんで、まあ守衛だったら若干有利な状態ではありますが、一応まあ参考程度に。で、これ全部当たったとして、ね、全部当たったとして、まあこんな感じ、これぐらいのダメージ量の差になります。はい、元素爆発の威力はね、大して差がないというか、あまり影響しないのかなと。まあ、関羽のトリプル S のチャージショットしっかり打っていけば、全く関係ないぐらいの誤差だというところなんですが、まあ、シールドと炎付与によってどう変わるのか。こんな感じで、相手に対して、まあ、炎も付与しながら、相手のこれだけのたくさんの敵からの攻撃も、このシールドで結構受け切りながら、火力出せる。その間にチャージショットをずっと打てるんで敵が消えていくというような設定になっております。で、次がシャンリンなんですけども、まあ、ちょっとこれやりすぎたんですけども、まあ、こういう状況下で、まあね、こう戦火輪がある状態だけど、まあ、こうわちゃわちゃしてるとダメージ食らったりとかして、なかなかダメージ相手に与えることができませんよというような感じ、まあ、自分も食らって死んでしまうよというような状態なんで、まあ、こういった形で北斗も同じような感じで使ったりとかできます。相手にまあ超伝導かけていきながら、まあ、全く DPS を落とすことなくこうやって弓をね打ち続けることができると、まあ、これね、なんでこんなシールド硬いかっていうと、この後ビルドの方を紹介させていただきます。はい、でこちら北斗のビルドです。で、なんでこんなことができたかっていうと、 HP 上限をね、3万近くまで持ってます。で、武器に関しては金の剣、これね、レベル40なんでもっと上げればいいんですけども、まあ、北斗自体のもね、まあ、HP 上げなきゃいけないっていうところで、これ、
まあ、万が一その HP とかね、盾の防御力足りてるよってことであれば、まあ、普通にチャージ効率を上げるものに変えてみたりとか、いろいろ自分で選んでみても構いません。本当 HP パーセントだけを考えるのであれば、こちら の, あの星さんの武器とかとかでも僕は構わないと思います。で、生物なんですけども、まあ、あの治療効果はちょっとないんですけど、まあ、普通に HP を振ってあげるだけでいいです。で、元素チャージ効率はもちろん元素爆発を打たなきゃいけないんで、これはあった方がいいとして、まあ、そこら辺以外のところ、HP のパーセントがいっぱい入ってるもの、HP のメイン、HP のメイン、ここら辺にすることによって3万ぐらいまで漏れます。で、これがどうつながってくるのかって言いますと、まあ、ここの元素爆発を打つときに、まあ、なんでシールドが発動されるのかっていうと、この突1の効果ですね。突1の効果で元素爆発を打ったときに、HP の上限の 16% 分のシールドを15秒間も発動することができる。だからさっきの雷元素に対して 250% がまたさらにプラスされますんで、例えば相手が雷の敵とかだったときに、北斗と組み合わせると非常に戦いやすいですよっていうのがあります。おそらく今の雷無双とかとやるときに、この、あのコンビネーションでやれば、15秒間はずっと打ちっぱなしでいることができるっていう感じになります。はい。で、この 16% っていう数字が HP の 16% なんですけども、まあ、ここが3万ですよね。で、3万でかけることの、まあ、16% するってことは、これで 0.16%、4800ですね。はい。で、かけることの 2.5 倍になりますと、12000という形になりますので、雷無双に対してこれだけの、結構ポテンシャルを秘めたシールドを、まあ、結構出すことができる。で、この出す頻度は、元素爆発の頻度で継続時間15秒。なので、20秒に1回出すことができたりとかできます。なので、もしね、高速回転とかにしたければ、ちょっとこの、HP を落として、例えば、清風体験にしてみたりとか、まあ、天空とか、あとは、まあ、祭礼、ね、2発打ってみる。まあ、いいのは、まあ、ここら辺、清風体験あたりにして、まあ、回心したときに6ポイント、回復してしまうとか、そういうのが僕はね、おすすめかなと思います。はい、ってことで、いかがでしたでしょうか。火力。カウンさんの火力をですね、まあ、SSS にするための、まあ、シリーズ 1,2,3 でね、第3弾までやったわけですけども、まあ、最初のところからね、ぜひ見ていただければ、こういうコンセプトでちょっと動画シリーズ化したっていうところで、ご理解いただければというところになります。まあ、いろいろね、賛否両論あると思います。ビルドはね、千差万別なんで、なんで武器もね、その状況に合わせて使うのがベストだったりする。生物もその状況に合わせて使うのがベストだったりします。ただ僕はリソースの面とかでも、含めて考える。なので、それである程度組みやすい中で、まあ、最高火力どういった風にね、出していくっていうところを一応考えて、提案させていただきましたんで、ぜひ、そこら辺で参考していただければ非常に嬉しいです。では、こんな感じでですね、動画の方気に入っていただけましたら、ぜひぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。生放送やってますので、ぜひぜひね、遊びに来てコメントしてくれると非常に嬉しいです。では、また皆さんお会いしましょう。グッバイブラザー。